久保さんシングルタスクにしましょうか。シングルタスクっていいっすね。なんかマルチタスクでできる人がかっこいいみたいなありますけど、シングルタスクっていいですね。シングルタスクいいっすね。今日ね、あの一般のライブやってたんですよ、僕。ね、久保さんも朝やってたと思うんですけど、僕、あのスパチャが来まして、まあ、スパチャあの請求したんですけど、スパチャが2200円と300円くらい来て、2500円くらいスパチャ入ったんですけど、 まあそのスパチャ入れた人が、まあ、久保さんともう一緒ですよ、そのもう10年ぐらいですねお会いして、お付き合いが。で、10 1 0年越しにようやくね、メルマが始めましたつって、今、YouTube で発信してるんですけども、チャンネル登録もね、1000人いって、あのなんだちょっと動画も回り始めてるっていう感じで。 ジャンル的にもね、まあ、今後伸びるジャンルなんで、もう間違いないんですけど、まあ、10年間ね、結局そのその方はマルチタスクだったわけさ、いろいろつまんで、いろいろやって、いろいろっていう。でもまあ、最終的にね、今、シングルタスク、YouTube <laughs> やって、YouTube で集客して、なんか商品ももう売れてるみたいなんですけど、まあ結局そう結果が出てるってことですね。うん 10年前知ってる、知ってたこと、10年前メルマが発行するなんて、そんな知ってるんで、その人。うん。だけど、その <laughs> 知ってることを10年後、ようやくやるっていうね <laughs>。だから、知ってることをやるっていうのが、本当のオンデーズの田中社長が言ってましたけど、成功って知ってることをまず、やってるかやってないかっていうのが、なんかすげえ大事っていう。うん 例えば、その、<laughs> 挨拶とかもそうなんです、その話もしてたんですけど、その、挨拶しようぜとか、挨拶しなさいとか、笑顔でしなさいとか、別にその知ってるじゃないですか。でも大人になると、挨拶もできないわけじゃないですか。知ってるけど。ね。おはようございますって言った方が気持ちがいいじゃないですか、お互いに。で、そんなの知ってますよね。でも、挨拶しないですよね。うん。<laughs> だから結局、 成功ってすごくシンプルで知ってることを積み上げるとしあの知ってることを積み上げると知ってることがさらに深く知れてでより深く知れるからそのよくより深く知れるからこそより深いことができるっていうねこれいいんじゃないかな知っていることをやると知っていることをより深く知れてより深く知れるからより深く行動できるっていうこれでしょこれ出ましたよ久保さん これですよ。まさにこれだと思いますね。そう。うん。いってらっしゃい。